はい、どうもテッシーです。ファイアーエムブレムガイデン続きをやってまいります。アルム軍ですね、リゲルの森行きましょう。ちょっと間違えた。天使の指輪がね、ちょっとアルム軍にあるうちに、まあ再造リゲルの森ですね、行きましょう。まあ、マップをね見てみないことにはっていうのが、うわーっていうの、魔女やば、おい死んだね。おい絶対死んだでしょこれ。これは死んだな。で魔戦士のね倒し方がわからない。15、18、10でしょ。こいつに匹敵するのがいないんですよね、今ね。剣士。うわー、レベル5がいるし、サンダーとかかな。サンダーだった。もう絶対死んだじゃん、これ。ルカとか。うわー。うわーですねこれ。無理っすわこれ、さすがに。よ、いやもうどこ立ってても一緒なんで。いや防ぐとしたらこの方たちがもう直接攻撃できるところに立たせるぐらいしかないかな。いやー終わったな。グレイとかもやばいよねこれだと。厳しすぎる、これは厳しすぎるな。でしかもこのよくわからない並び順、ちょっと並び替えしようかねこれね。13、うわー、素早さ14もあるんだ。素晴らしいね。いろいろ素晴らしいわ。くっそー。5マスね。1、2、3、4、5。2マス上がやばいと。いけない。いやいろいろまずいでしょう。とりあえず乗っけて、いやあと魔女が実際どのぐらいで来るかよ。実際本当にどのぐらいで来るかですよね。いやこれね本当に死にますね。いや本当に本当にこれはきついよ、冗談抜きで。まあどう出るかですよ。まあ、斎蔵さんは、うわ、早速。そこなんだ。怖い。恐怖しかない。あーやっぱグレイ来るよね。そう来るよね。おー、ちょっと心臓バクバク。こんなにドキドキするの久々。まだいっぱいいるからね。おー、怖い。おー、でも助かった
ったのもつかの間みたいな感じですね。これは怖いよ。強さがね低いからって言ってバカにできないというかね。剣士もなんとかしないとダメだからねこれ。いや、なん、いや怖えな。いや剣士を回避するんだったらこの二人を倒しちゃえばなんとかなるかなって思ったんだけども、とりあえず倒そう。倒せるかな。よし、あーそうか、これ強い方の魔女かこいつ。おっしゃ、いい感じ。クリフ、そこはさすが、抑えるとこ抑えてくれてる。マジありがたい。魔法防御がクソ高いんですよね。1,2,3,4,5、ここ届いちゃうんですよね。マチルダは魔法防御10、あー3、守備9、あー攻撃力はそんなにない感じ。じゃあちょっとマチルダに頑張ってもらおうか。天使の指輪交換しちゃってこれでどうですかと。いやもうこれしかないよね。まず剣士にちょっと耐えうるのが技最大 HP。いやつらいつらい。クレアがいけそうか。これで倒すと。あーでもクレアもちょっとまずったかな。あと4体いますよね。死んでるんですよみんなこの時点でね。この時点で基本死んでると、そういう感じなんですよね。え、素早さ、あ一緒か。レベル7で素早さ一緒ってどういうことだよ。この時点で基本死んでると。まあ、あとはあいつがどっちに来てくれるかっていうことっすわ。いやーもう一旦切り抜けないといけねえのか。まあ切り抜けるって言ってもそんなこっちでなんとかできるとかそういうもんじゃないからな。才蔵の倒し方がわからん。ガンガンに来てるけど。おお。おお、あーまあまあまあ、これはね、攻撃が当たるから。4ぐらい？ 3か4でしょ？よし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 、なんとかなんとか。なんとかなんとかよ。いやー、寿命縮んだわ。寿命縮んだ、マジで。剣士がレベル5か。そっか、確か5っすよね。グレイも7ぐらいだからまあそんぐらいだよねっていう。いやーこれが、お、直で来たね。まあ林に乗れるからってことかな。うーん、頭いい。うわーこれ決めらんなかったの大きいな。ドキドキしかないわマジで。退却が出ない、まあ、退却したところでっていう。
とりあえず倒す。剣士が嫌だね。でもでもちょっと魔女をこの林を先に何とかしないと。ここを見てからだよね。ほらーもう当たらんもん。くわー、あーでもあいつもう一発撃って終わりって感じか。威力4。100% まずいなこれな。まあまあでも林、そうっすね、林これでかいなこれな。いやどっちにしろ倒せなかったのか、2つ当てても。そんで守備力10だから、まあ食らっても大丈夫だから、とりあえずここ置いて。てあげて、ちょっと待って、林乗っかってないよねこの2人は。一応大丈夫だと乗っかって魔女を攻撃すると。いやマジでこれはマジで当てて、本当に本当、よしよしよし。いやこれが本当に食うか食われるかです。やるかやられるかですね。でこれで魔女を倒すと。オッケー。いやでもまだ魔女一体いますよね。くわー、やばい、暗殺部隊じゃないですか普通に。これ魔女一体いるよね。これで持ち物交換しちゃって、ルカでガードすると。守備9。ああまあまあまあ攻撃、あこいつは1なんだ、こいつレベル1かこいつ。こっちレベル、こっち5か。あれ？レベル5っていませんでした？あれ？気のせいか。魔女がレベル5ってやつか。レベル1だから弱いのか。まあ、9食らっても大丈夫だと。1、2、3、4、5。リュートが、まあまあまあ、安全地帯に行けば大丈夫だと。まあなんとかなりそうな感じはしますけどね。感じするだけ。これでいいのかな。2、3、4、5、誰攻撃されても一応大丈夫。まあ魔女にもよるけど。早い早い。もう来るじゃんよ。もう射程範囲内じゃん。まあ2回食らうけども、こっちとしては問題ないが。王家の剣の威力やばすぎ。剣士もびっくりだよねこれ。こちらの方が素早いのに、なぜだ、なぜこんなにダメージを受けるみたいな。これよね問題。15、10、むちゃくちゃっすね技16って。ちょっと待って、 15?16?15 だから6、3、18。
下手したら必殺2回食らって死にますね。っていうぐらいのレベルです。で、しかも魔法が効かない、効かないわけじゃないけど、まあほぼほぼ効かないと。6。ああ、まあファイヤーでいけるのかな。まあオーダーでいっときますか。まあデューテの代名詞。よし、まあまあオッケーだと。いやー痛いな、運しか上がんないんか。これ1、2、3、4、5、6、7、7くるんだよね。守備、まあまあまあ守備14、15でしたっけ。あー、じゃあ川の盾これ18でしょ。ちょ待って、防御力11ぐらいでしたっけ。7しか与えられないんですよこれ。これどう思います、やばくないですか。普通に普通にやべえだろっていう。いやちょっと次のターンさ、退却あったらマジ退却したいんですけど。魔戦士強いね普通に。やっぱセーバー様々ですわ。これもサザンが9、クイーン18、ルカですら首ぶっ飛ぶ可能性があると。天使の指輪もらいの、もうそう、そういうこと？ここでもう耐えてくださいってことなのかな。無理じゃねえこれ。いや、ちょっともう一旦待ってもらおう、ひとまず。ワープさせちゃったらもう逃げらんないもんね。いやークレーベがずっと陣取ってるけども苦しいぞこれは。ここはまだ大丈夫だから。いやーとしか言いようがない。これはどうなんでしょうマジで。ちょっとクレア回復、一応回復させとこう。マチルダ、グレイ級でそのダメージだからね。アルムもまああんまりって感じだし、くわあ、まあまあ、うわっ、どこよ、ルカ、そこ来るんだ。なんか運が良かったねルカ、天使の指輪で。どういうことだよみたいな。さてと、一気に倒したとした、倒せればまあなんとかって感じなのか。全然倒せるイメージが湧かない倒せるイメージマジ湧かねえわこれ。退却ないっすね。1、2、
1、2、3、4、5、6、7。ああもうアウトっすねこれ。ルカが逃げられないと。だったらマチルダと、そこ封じるしかないですよね。これでまあとりあえず倒します。いやー当たるなー、くわーこの野郎、マジかこいつ。あーまあ最悪クリフか、最悪クリフでちょっとまあ交換して、あやべえやっちまったな。2、3、4、5、6、まあ仕方ない。クリフだったらまあ運の良さ上がるからね、逆にね、逆に上がってるから大丈夫だと。うわ林、あそっか林かこいつ、やばい、当てろマジで、くっ林にいんのかい、だから突っ込んできたんだ。うわーこれちょっとどころじゃないっすね、クソまずいっすわ。いやグレイもそれ外すね、外すわそりゃ。じゃないよこれ。うわーやばい、一番やばい感じ。倒せたけれども、これはやばい、これは確実にやばいね。で林の上乗られるわけじゃない、次なんで2回回復できたん。いやー守備8、いや全然素早さ足りないんだよね。で技が16でしたっけ。くー、いやクレイベ死ぬかもしれんな。いや死ぬね。まあマチルダをとりあえずここに置くと、回復のところに。でああバルボ、いやっぱルカに来るのかな、そこが気にかかってまして。まあルカに来たら来たでそれでOKじゃないけど、まあしゃあないってことにします。3、4、5、6、7、あまあそれが運の尽きだったということにしましょうか。ここを回復はねさすがに取らせるわけにはいかないんで、まあそれかアルム、まあアルムかな、アルムにどこ、ここのっかってアルムかな、多分分からんけれども、ちょっと厳しいな、乗っかられるとねどうもって感じやから。あーだろうね、やばいやばいやばい。ああよかった、とりあえず必殺が出なければ、必殺が出なければまあ大丈夫だと。くわこんなん繰り返しできんからな、というか抑えられないよねもう剣士が。やばいやばい。
退却退却。出ない。まずい。まずいことこの上なし。あ、でも一応大丈夫か。ギリ抑えられる環境にはなってる。で、ここ封じちゃって、で、バルボで封じれば、封じちゃえば、一応2回連続、2回連続で必殺が出ない限り、アルムは死なないから。で、まあ、あとオーラ、ぶちかましていくしかないですよね、そしたら。効くかね、果たして。11、まあまあ、そこそこだ。これしかない。これしか方法ねえかなと。いや、もう動かせないからね。他が。うわぁ。いやー、なんでこんな危ない橋渡らなきゃいけないんだろう。やばい。くー、ちょっと寿命縮みまくりだわこれ。普通にやばいって。それはこっちもこっちでもうクレア置いたの間違いだったな。ちょっと待って、マジどうしよう、どうしよう、マジで。おー、出していくね。ちょっと待って待って、いろいろおかしい、いろいろおかしいって。とりあえずクレーベ壁にす、クレア、くっそこの野郎。ちょっと待て待て待て、とりえまずは、いやでもここでリカバース、これまずいって。で、うわーなあ、ここで2回回復してほしかったな。ちょっと逃がして、いろいろおかしいわマジで。これをここにして、これでもうぶちかまして、てかオーラもうこれ1回しか使えねえじゃん、もう使えねえじゃん。よしよしよし。でっていうかグレイも回復してねえのか。もういろいろやばすぎ、いろいろやばすぎだろう。天使の指輪でちょっと剣士を殴ると、ちょっとこれはレベル、これはちょっと上げといて。マジでさすがにだよ、さすがにだぞおい。よしよし。でどうすりゃいいのよ。リュートで考え、リュートいける？魔力12だって15ぐらいでしたっけ。まあ一つ考えてるのが、 HP を削れば攻撃してこないっていう。あれ、これ以上右行けないよね。1,2,3,4,5、危ない危ない。で、1,2,3,4,5、大丈夫ね。
HP が減ってくると攻撃してこないっていう特性。うわーにーきつい、きつすぎる。を生かしてって思ったんだけど全然入らんすね。うわー、これグレイは行きたくないしな。次のターンというかもう行くかこれ。いやでも林なんだよね、そこなんだよな。視線くぐる、来た。ただ一発、よしよし与えちまえば。オッケー、よしよし、ありがとうございます。よし、めっちゃ嬉しい、クソ嬉しい。あぶねえ。オッケー、でこれで倒しちゃえばいいかなと。倒せねえか、無理か。ちょっと油断したね、ちょっと舐めてかかったな今な。もう倒したからどうでもいいやって思ったでしょ、思ったからちょっと外したね。僕グレーいったね。じゃあちょっと待って、シルクいける、ちょっと行ってみるか。いやーマジよかった、危ねー。シルクはねステータスよりレベル上がることが大事だから。おっし、はい、なんとかね30分ちょいでクリアできました。いや一番ギリギリの戦いだったかな今までで。必殺出た時はちょっとやべえってマジで思いましたもんね。次回は魔女さん、また魔女恐れ山ですね。572、ちょっともう恐怖しかない魔女本当に。次回恐れ山に入ってまいります。鉄矢でした、失礼いたします。